宇宙の果て輝くまで燃える三つの命スクラムクマ設定光る血潮には命きらめかせて三つの使命一つにさせるさゼクスタドロシクルカススメ今だ吠えろあれは銀河警察隊コスモレスター光る心には命きらめかせて三つの願い一つにさせるさゼクスタドロシクルカススメ今だ吠えろあれは銀河警察隊コスモレスター。お呼びにございますか？チュアス様、デスガンダー提督。来たか、アシュラーラにダルベイダー。私より提案がある。難しいことじゃないわ。私はこれまで銀河警察隊に散々な目に遭わされてきたでしょ。もうこれ以上私たちの計画を邪魔されたくないの。そこでお前たち二人に力を合わせて最強の戦闘機械魔人を作ってもらい、コスモレスターを倒しなさい。私とダルベイダーが手を組んででございますか？そうだ、お前たちは邪悪帝国の立派な幹部だ。お前たちならできる。脱げ、あ、脱げじゃない、やれ、やるのだ。帝督とチュアス様はどうやら私たちを試しているようね。そうね、ダルベイダー、ここは手を取り合ってやってやりましょう。ええ、できたわ。最強機械魔人無敵防弁慶、立ちなさい。拙者は無敵防弁慶、銀河警察隊を打ち果たしてくれようぞ。貴様、ベルラの戦闘魔人ね。拙者は無敵防弁慶、お前たちを殺すために生を受けた。ゼクスタ、ドロシー、死んでもらうぞ。行くわよ。おう、コンバットイン。そう、東郷先生と里見先生がコスモレスター。レスターフォーメーションだ。おう、シャロンデルタブラス。ゼクスタダイナサイクル。ドラシーアクティブバースト。何のこの時期。何の何の、そんなバカな。レスターフォーメーションが通しない。シャロン、しっかりしろ。貴様たちの攻撃など全て読めている。さあ、これ以上は時間の無駄だ。死んでもらうぞ。コスモレスターがやられてる。なんだなんだ。コスモレスター、命を預けたぞ。次回は必ずもらい受ける。大丈夫かよ。ああ、レスターフォーメーションが破られたんだ。見てたら、まさかコスモレスターがやられちゃうなんて。ドロシー、シャロンは大丈夫なの？すぐに治療するわ。みんなありがとう。そんな、私
とんでもないもの見ちゃった。まああと一歩のところでしたが、レスターフォーメーションを破ったということは大したものです。それだけではございません。銀河警察シャロンは負傷しました。あの分では当面復帰は不可能でしょう。次はとどめを刺せそうだな。はい、吉報をお待ちください。やはり思った通り、なんとなく張り合っていた二人ですが、力を合わせれば銀河警察隊に負けないくらいの結束力があるじゃないの。アシュラーラ、今度も力を合わせてやりましょう。ええ、あなたは最高のパートナーだわ。お先坊が今朝コスモレッサ助けたのか。私だけじゃないよ、レンちゃんも平塚先生も一緒だったから、トニーにも見せたかったな。俺も見たかったし、一緒に弱帝国のやつ戦いたかったな。昨日ケンジとキー君ともそんなこと話したばっかりだったんだよ。ねえトニー、あんまりさ、その今日のことは他のクラスの人に話さないでね。なんか恥ずかしくてさ。いいじゃないか、ユンちゃんも吉祥寺高校のスターだよ。お前は中学の時もスターだったからな。ちょっとやめてってば。そんなの初めて聞いた。ユンちゃん、人気者だったの？ねはい、席着いた。席着いた、席着いた、席着いた、はい、席着いた、はい、着いた。東郷先生、かすみから連絡ありましたか？まあちょっと風邪こじらしたみたいなんだよね。あ、それとみんなね、今朝ユンちゃんとお先坊と平塚先生がコスモレスターを助けたってことはもうご周知の通りだと思うんだけれども、今日はたまたま勝てたのであって、一歩間違えば大怪我をした可能性だってあります。したがって今後邪悪帝国とは一切戦わないように。いいね、特にお先坊ダメだからね。嫌です、私はコスモレスターを助けることができたんですよ。戦います。ダメだって言ってるでしょ、このこんにゃく玉が。万が一怪我をしたら丈夫に産んでくれたお母さんに申し訳ないでしょ。というわけでさ、大輔からもユンちゃんとお先坊にはベルラーと戦うなんて言ってやってくれよ。どうやって。いやだからそれを一緒に考えてほしいんだよ。, 笑ってる場合じゃなくてさ、シャロンが倒れた今ドロシーが次っきりだ。それにあの無敵防弁器を倒すにはレスターフォーメーションを超える必殺技を練り出さなきゃならない。しかもシャロン抜きだ。あの東郷先生、一ついいですか。あ、キリカ先生、何ですか。ダメダメって押し付けるからみんな余計に無茶しちゃうんじゃないんですかね。しばらく放任してみたらいかがですか。あ、そうですね。いや、さすがキリカ先生ですね。え、あれ、俺の意見聞くんじゃねえのかよ。キミコ先生の的確だと思ったんだよ。的確にデレデレしてんじゃん。そんなんじゃないの。東郷先生も平塚先生もいつもひそひそしてて面白いですね。バカだよ、バカだよ。この底辺の、場所を求めるときにこの X と Y、ここの距離を求めてから、ゼクスターは最強機械魔人無敵棒弁慶に打ち勝つための新しい必殺技を考えていた。しかしシャロンが負傷した今、3人揃わぬコスモレスターにもはや勝ち目はないとも確信していた。必殺技？うん、あの無敵棒弁慶を倒すにはどう考えても新しい技が必要なんだ。そのためにはどこから攻撃されたかわからないような技が必要だと思ってね。要するにこうエネルギーボールを使って攻撃するってことよね。うん、そういやー、ゼクスター、それはさ、シャロンがどうしても必要になるってことじゃない。シャロン今怪我してるんだよ。発想はいいけど無理だよ。そっか、元気出してね。おはようございます、副校長先生。おはようございます。あのね、ユンちゃんがね、そこで暗い顔して朝からうずくまってるから心配になっちゃって、どうしたのって聞いても何も喋んないしね。里見先生だったら話せるんじゃないの。話してごらん。わかりました。申し訳ないんですけど、副校長はちょっと外していただけますか。すいません。はい、向こう行ってますからね。すいません。東郷先生、里見先生、私見ちゃったんです。
見たって何を？二人がコスモレスターになるところ。やっぱり見てたんだね、僕らがコンバートするところ。私どうしたらいいか分からなくてずっと悩んでました。そんな中お先は戦いたいって威勢が良くなってるし。隠しててごめんね、私たちがコスモレスターなの。ですよね。なんとなくそうかなって思ってたんですけど、まさか本当だったなんて。それで霞は大丈夫なんですか？ああ、まあ今怪我の治療に専念してるよ。もういいですか？あ、はい。それよりもね、はい、私さっきから気になってるんですよ。あそこで何かやってるの、あのケンジ君とお咲ちゃんじゃないですか？何やってんだこいつら。危ない。いやユンちゃん気にすんなって。いやね、コスモレスターのことは俺もずっと胸に秘めてきたわけだけども全然言いたくなかった。それは平塚先生が何も考えない人だからでしょ。いやそれにしてもこれで俺と咲の仲間の中にユンちゃんが入るとなるとやっぱ心強いな。仲間？それより大輔、今朝ケンジたちと集まって何やってたんだ？そう、実は今スランプのコスモレスターのためにこのコスモレスターをサポートすべくこのコスモレスターセピアを結成したわけだよ。あの、それって具体的に何をするんですか？うん、つまりあれだよ、コスモレスターのサポートをする銀河警察隊2番隊だよ。おいおいおい、それじゃ僕がお願いしたらと全く正反対じゃないのよ。おはようございます。あら、有馬さん、朝からどうしたの？キミコ先生、おはようございます。キミコ先生が放任すべきだなんて余計なこと言うからですよ。さあ、出てこいコスモレスター、もう一度勝負だ。シャロン、まだ無理しちゃダメだろ、怪我治ってないんだから。それどころじゃないの、戦闘機械魔人が現れてこっちに向かってるの。何？ゼクスター、シャロン、ビクビクしてないで戦ったらどうだ。ゼクスター、こうなったらやれるだけやってみよう。シャロン、無理するな。行くわよ、コンバートイン。シャロン、逃げるんだ。シャロンから連絡受けたよ、やっぱりやってみよう。よし、行くわよ。おう、コスモレスターセピア参上。何セピア、かっこ悪い。お先も、ユンちゃん、行くぞ。おう、いや、トーン。何？なんだかわからないけど、まさにこれから僕がやろうとしてる必殺技じゃないか。ユンちゃんすごいね。大したことないよ。胸部のコンバイル回路を破壊されたようね。ここはあんたが作った部品だったわね。こんなんじゃ困るわ。言われなくてもわかってるわよ。強化して今度こそ銀河警察隊を倒してやりましょう。伊勢はもういいから手を動かして。ユンちゃんの様子がおかしいんだよ。まあユンちゃんにだっていろいろあるんだろう。まあそのユンちゃんだけどさ、あのサーブの力はすごかったな。なあ、トニーはユンちゃんと中学の時からずっと一緒なんだろう。うん、ユンちゃんは中学の時バレーボールで期待されてたんだよ。え、ユンちゃんがバレーボール？そんなの初めて聞いたよ。そりゃそうだよ。ユンちゃんにはミオっていうお姉さんがいて一緒にバレーボールやってたんだけど、練習中に亡くなったんだ。ユミはそれ以来大好きだった姉を奪ったバレーボールを封印することにした。お姉ちゃん、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 お姉ちゃん。何？ユンちゃんを？そう、私はこのままじゃしばらくコンバートできない。
でも邪悪帝国は攻めてきてるんでしょ。私たちの正体を知られちゃった今、ユンちゃんに銀河警察の称号を与えてコスモレスターになってもらうことは無理？確かに彼女の力はすごかったけど。へえ、ここがコスモレスターの基地なんですね。うん。あ、でね、ユンちゃん、これはあのシャロン、あの霞からの意見なんだけども、もしもしもだよ、ユンちゃんさえよければ銀河警察隊に入ってくれないかな。なんで私が、私なんかより戦いたがってるお先の方が適任です。いや、理由はちゃんとあるんだよ。君のあのバレーボールの力だ。私にバレーボールをさせる気ですか？そんなの残酷すぎます。いや、それは十二分に分かってる。だけど邪悪帝国に挑むには君の力がどうしても必要なんだ。それに君の気迫は他の何かからも感じるね。君はバレーボール以外に何かやってたね。それなんだよ。合気道です。合気道？まあ無理とは言わない。先生としての東郷博士としては本当は戦いに巻き込みたくないんだ。ユンちゃん、君が仮に決心するんだとしたら俺がとことんサポートするよ。平塚先生、はい、みんなを大至急緊急下校させてください。またベルラーがこっちへ向かってるんだ。来たか、行くぞ。おい大輔、お先坊。なーにがコスモレスターセピアだよ。もう今度こそ倒してやるからね。デスターグロー、うん、いったー、なにこれ。だが小娘、勉強だ。セピア、ご苦労さん。あとは私たちがやるよ。でもシャロンがいないんだろ。やるしかないの。お先連れて逃げて。くそ、わかった。お先、一度退却だ。くそ、ユンちゃんが来てやば。まだ勝てたかも。ユミは自分が加われば里美たちを救えると決心した。ここで培った技術を封印したままにすれば姉ミュウのような不幸を今再び繰り返してしまうと思ったのだ。東郷先生、里美先生、ゼクスタ、ドロシー、私やる。私をコスモレスターにして。ユンちゃん本気？本気です。私の命銀河警察に託します。はい、こちら銀河警察ゼクスタ。こちら銀河警察トリテキ。地球人有馬由美の緊急銀河警察官の任命の許可がおりました。バトルアーマースーツの称号も可能だからやってみなさい。ちなみに彼女のコードネームは銀河警察クルーカです。ありがとうユンちゃん。いや、クルーカ、コンバートラ。シャロンの分も頼むよ。はい、よし、行くぞ。おっ、コンバートイン。銀河警察ゼクスター。銀河警察ドロシー。銀河警察クルーカ。銀河警察隊ゴスモレスター。行くぞ。Yeah!
レディーゴーゴーヤーエクスアタックトゥナズマスパイクよくやったわ。あなたのおかげで勝てたのよ。私、本当に銀河警察隊コスモレスターになっちゃったの？ダルベイダーの強化が甘いからこうなったのよ。アシュラーラの補強が足りなかったのよ。お前は最低の相棒だわ。それはこっちのセリフよ。負傷したシャロンに代わってまさかの有馬由美が銀河警察クルーカとなってコスモレスターの一員となった。これより一度銀河警察機構の本部のあるスペカウス星に向かい集中訓練を受けることとなった。新銀河警察の誕生にゼクスターもドロシーもシャロンも期待を膨らませるのであった。私の目を見てよ。ジャーク帝国に加担してるようなやましい目に見える？次回の銀河警察隊コスモレスターは、有馬由美は銀河警察クルーカとなり傷を負ったシャロンに代わってコスモレスターとなった。一方ジャーク帝国は由美が悪さを行っているという偽造ビデオを作りサキたちからの信用を失わせた。全ては戦闘機械魔人カメラ小僧団の罠であったが、由美は友達を失ってしまう。ユンちゃんのサングラス姿や物騒な姿も見られる笑いと涙の友情編。次回、偽映像に騙された、偽映像に騙されたにご期待ください。